こんにちは、吉野家の伊藤常務です。ちょっと、かっこいいでしょ？早稲田大学授業では、吉野家のマーケティングの真髄を話しまーす。キーワードは、田舎もん。田舎には、右も左もわからない若い女の子がいるんです。ふふふ、その右も左もわからない女の子を牛丼中毒にするんです。中毒ですよ。田舎ってこんなもんなんですよ。じゃあ、吉野家の店頭の様子です。ね、田舎もん、どんどん、入るでしょ？田舎もん、多いんです。都会女、見てください。田舎もん、とは、違いますよ。都会女、吉野家に、入らない、でしょ？生娘。シャブ、漬け、戦略、です。男に高い飯をおごってもらうようになると、絶対に吉野家の牛丼は食べません。もう吉野家は食べないんです。충실